僕ですね、睾丸、ね、たまちゃん、たまちゃんって、ね、皮膚みたいになってるよ。まあ、そこにね、この結構バーって運動した後に、こうなんかこうニキビみたいなのができて、それをね、こう潰したの自分でプツッと、ただその時にあ潰れたわと思ってたんだけど、まあ数日まあ経ってからなんかちょっと大きくなってきてんだと、なんかまたそこのニキビみたいなのが、でそれでこれやばいなと思ってたところから、もうでかくなるスピードがどんどん速くなっていって、気づいたらもうこんななっちゃったの。これスニーカーみたいなね。そりゃスニーカーぐらいなってた。そう、縦長やったし、このスニーカーみたいになってて、その間にあのね、ぶちかましのライブもあって、で俺そこであのすく水来てライブ出たんだけどさ、もうこの下がもう何かあるだろうって、隠してるだろうっていうぐらいにもパンパンだったんですよ。巨根の男優みたいな。そう、本当に我慢できないからもう病院行こうっつって、で最初の町の皮膚科みたいなとこ行って、はい、まあ、多分この海が溜まってるんじゃないかと思うんで、ちょっと抜いてくださいって言ったら、ちょっとうちじゃもう対処しきれないと、無理だと、で総合病院みたいなとこ行ってくださいって言って、次の日に総合病院行って、でそこでまたいろいろ検査とかしたら、即手術の即入院ですって言われて、で、まあ、2週間入院したんだけど、でそこから退院してまた2週間ぐらい、やっと今こうちっちゃくなってきたの、弾が、熱も下がって、これね、もう本当に皆さん気をつけてください。これあの自分でニキビだと思って勝手に潰したら、どえらい目にやりますから、これ。バイキン入ったりして、そう、バイキンが入っちゃってね、怖いよこれは。いやでもそんなね、入院して、すごいね、大変で、2人の時間もすごい多くて、そうだな、多かったよ、多かったね、いろんなね、こうダメージがあったんやけど、はい、たまにね、の塗り薬みたいなのをね、退院してから、毎日こう塗ってね、何個塗るんですけど、僕ね、ここちょっとこうなんか怪我とかしたんですよ。怪我というかブツブツできたんですよ、それ借りて塗ったらね、一発で治りました。どこ塗ってんだよ、これ。ナイス入院とか。ナイス入院じゃない。あんな効く薬こと持って帰ってきたかと思って。あとまだ残りあるから。あ、これもね、ストック。ね、これ大きい。抗がん専用だから、これ。抗がん専用の薬あるか。ないないない。